降格圏まで落ちぶれた理由を探るレビュー、始まるよ。今回はブンデスリーガ12節、ドルトムント対シュツットガルトのレビューを行います。スタメンがこちら。ドルトムントはやっと本職左サイドバックが戦線復帰。早速ゲレイロが先発メンバーに名を連ねました。シュツットガルトは怪我人多数。ここにいる全員が怪我人。特に痛いのがカライジッチとは満月化。昨シーズン、チーム得点数の半分近い数字を残した2選手がほぼ全ての試合で試合欠場。相当に大きな穴と言えるでしょう。ちなみに遠藤は元気に全試合出場。伊藤は最終ラインの欠場者が出たタイミングでチャンスをつかみ、5試合連続スタメン出場。さて、試合はドルトムントがボールを持つ展開。ドルの3トップで3バックに同数プレス。シュツットガルトに保持の時間を与えませんでした。対するシュツットガルトはこんな感じでドルトムントにプレス。マッシモとマンガラがサイドバックにプレスをかけ、クリバリとフェルスターがセンターバックにプレスをかける。ドルの最終ラインに対して数的同数で迫った形です。イッセルも遠藤かカラゾルに捕まって、組み立てを許さない策でした。とはいえサイドバックからの組み立てにはもう慣れているドルトムント。マンガラとマッシモは最初からサイドバックに近い位置にいるわけでなく、ちょっと高い位置に立ってサイドバックに入ってからプレスをかける形。そのプレスに来るまでの距離から生まれる時間でビルドアップ。ゲレイロ・ハソンジョそこらの中盤より優れたテクニックでプレス回避。ムニエはそこの長所がありませんが、マンガラとカラゾルの間をロイス、ベリンガムで使いプレス回避。完璧にプレスをかわしきったとは言い切れませんが、致命的なボールロストを起こすことはありませんでした。で、時間が経過すればプレスの圧は自然と弱まる。そうなるとドルトムントが押し込む時間です。シュツットガルトは引いた際に532の守備ブロックを形成。ドルはムニエとゲレイロがイセルの横に近い位置に立つ235のような形。前線5人はかなり流動的に動いて、奪、インサイドバックに対して縦の数的優位を作る形で最終ラインを崩す狙い。ムニエ、ゲレイロが攻撃参加を行いながらゴールに迫ります。シュツットガルトも3センターのカバーで5バックのカバーを行いドルの崩しを妨害。ならばとドルトムントは大外の位置に選手を置いてインサイドハーフを引き出し、センターハーフとの間を真受けで狙うなど一進一退の攻防。個人の能力の差で考えればドルが優位。それはシュート数にも現れていましたが、攻めるドルと守るシュツットガルトの戦いはほぼ互角。それはスコアにも現れていて、後半にスコアが動くも、ドルの得点後すぐに同点に追いつくシュツットガルト。その得点もドルはインサイドバックを裏に走る選手でピン止めし、前を取ることに成功したマレンがミドルシュートで、シュツットガルトは上気の形のプレスでボールを奪い、ショートカウンターで手にしたもの。そんな互角の勝負を分けたのは結局は個人の力の差。シュツットガルトのクケのこぼれを拾ったドルがロイスとアザールだけで高速カウンターで得点。クロップ監督時代から強みである攻守の切り替えの素晴らしさと、選手の技術と速さで手にした勝ち越し点。ドルトムントらしいカウンターでこの試合を決めるゴールを獲得し、2-1 で勝利しました。互角に近い戦いをするも敗れたシュツットガルト。これで降格プレイオフの16位まで順位を下げました。自動降格の17位とは勝ち点1差。要因は得点不足。昨シーズンの成績で見ると、失点は下から6番目だが、得点は上から7番目の数字。取られた分取り返すスタイルだったわけです。そんな中で得点の中心となっていたカライジッチとは満月化の欠場は大きかったでしょう。大雑把に特徴を説明するとでかくて強いやつと、超速いやつ。この二人を失って今悩みまくっています。昨シーズンの形は、左馬のソサのクロスを前線二人が合わせるのがメイン。今シーズン、怪我による欠場で両者ともおらず、クロスに合わせる人がいない。ってなるとクロスを上げても無意味。なのでパスワークやドリブルで崩して得点するしかないのですが、それができる人もいない。その部分で貢献していたゴンザレス、カストロの退団が大きな傷となってます。この試合では保持の時間が多く目立ちませんでしたが、保持で誰を中心にして得点を取るか、定まっていないんですね。年内は両者とも欠場しそうって話なんで、なかなか悩ましいですね。
復帰してから連勝して、降格が防げればいいんですが、どうなることやら。ちなみに最近の試合で遠藤がインサイドハーフに使われているのはこれが理由です。お前結構足元上手いから、前でそれ活かしてくれってこと。パスの正確さはもちろんのこと、相手を背負ってボールキープも得意ですからね。で、機能しているかっていうと、結果が出てないってことはそういうことです。ボランチ本職の人に前線で違い作ってくれは、無理な話でしょう。ちなみに最終ラインでも怪我人が出て、踏んだり蹴ったりだったんですが、伊藤が戦力として十分使えるという不幸中の幸いがありました。速さや強さで負ける場面はここ数試合見ると全くありませんし、テクニックも十分なのでこれからが楽しみな選手ですね。弱点としては判断の部分。ポジショニングのミスから失点に絡んだシーンもありました。この試合でも、無理なパスを出して危うくカウンターを食らいかける場面がありました。能力が高いからこそ高難易度の選択を選び、発生したミスだと思います。そこさえ改善されれば日本代表選出も夢じゃないでしょう。期待してこれから見ていこうと思います。そんな感じで今回はここまでです。またレビューを上げようと思いますので、気にしていただけると嬉しいです。ではまた。